皆さんこんばんは。こんばんは、名犬の UFO チャンネルの時間がやってまいりました。今夜も楽しい UFO 話をお届けしたいと思います。今夜のゲストはスペシャルゲストでございまして、名犬バンドの、ギターでベースでドラムで、はい、シゲル小野ちゃんです。シゲル小野です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなか UFO チャンネルですから。 UFO チャンネルですか。はい、これ鹿児島弁禁止っていうのがまず僕にとっては高いハードルです。まずね、そうですよ。一応全国でも聞けるんですからね。ねえ、はい、うん、ではこれでねうまくいったら毎回ゲストで毎回それもはやレギュラーということなんでしょうけど、と思ってますから、うん、今日の出来次第ですからね。出来次第。なるほど、わかりますか。今名犬の UFO チャンネルって初めて伺いましたけど、はいはい、ミュージシャン&UFO おじさんっていうUFO おじさんでしょ。どういうくくりなんですか。いや、これもう僕の番組を聞いてる人はこう普通のくくりですよ。ミュージシャンで UFO 好きなんだとか。あ、そうなんだ。まあ、そういうことですからね。こうな組み合わせの違和感がね、なんかマジシャン&マングースおばさんみたいな。いやいや、普通ですよ。普通、これが何、あなた界隈では普通なんですか。普通ですよ。あ、じゃあ、まあ、ここ自然の流れですね。ミュージシャンはやっぱり UFO と関わりが深いんですよ、はい、そうなんだ、はい、一応僕もミュージシャンのつもりだったんだけど、はい、まあ、ちょっと今から頑張んないと、ね、寄ってくるようになりますからね、うん、これね去年の4月に、はい、石垣島で見たんですけど、一応これあれにしてますけど UFO の着陸だと思ってるんですけどね。これね、石垣島で見ましたよ。仲間が向こうで LED ライトを照らしてるとか。いやいやいや、そういうんじゃない。ここに海影があるでしょ。山がこうピラミッド山って僕らが呼んでるんですけどね。あ、これ山なんだ。山なんです。でこっちは浜なんです。浜からこう見てて、ここへこう飛んできてこう行ったんですよ。ああ、ダンボールの影から懐中電灯じゃないんだな。いやいや、これね、ちょっとここはこれはできないですね。これはまた、ああなるほどね、かなり大きなやつで、まあこれミュージシャンで、うんうん、これはまあいいです。レブの会っていうのが鹿児島にありましてね、はい、このレブの会が毎月第2水曜日にやってるんですけど、うん、はい、ここからここで面白い話題をみんなで毎月話をします、うん、この間、うん、シゲさんにも来てもらいましたけどね、はい、そう、初めてね、レブとは、うん、フランス語で夢の、そうそうそう、意味っていうね、夢のある話がいっぱい出ましたね。ありました。でここからね、うん、派生してこの UFO レブの会っていうのが始まったんですよ、うん、ああ UFO レブの会、はい、で一緒にやるこの福本先生っていう方が、うん、はいはい、古式島にいたんです。あ、古式島の方なんですか。いや、もともとは東京なんですけど。あら、あ、うん、もともとはあの、道後温泉です。生まれが道後温泉で、あ、四国、うん、東京に行って、うん、で、そこで師匠と出会って、その師匠が古式島の生まれだったんですよ、うん、はい、これで師匠が東京の店からもう古式島に帰ると言った時、うん、ついてこられたんですよ。これで古式島に10年おられて、へえ、でまた鹿児島市内に今度は先生が行くぞっつって、うん、行って、うん、今あの鹿児島市内の毛の光が丘団地で、うん、あの体をやっぱ触る生態のそういうお仕事をされてるんですよ。あ、微妙に僕と被りますね。被ります。似てます。うん、はい。ホトンベルト地球第7周期の終わりという本を玉出版から出されてるんですよ。うん、はい、うん、これでね、僕がレブの会に出た時に僕の目の前に座ったのがこの福野先生で、はい、あ、これで私この本出してるのっつって、はい、あ、ちょっと見せてくださいっつって見たら、うん、もうひっくり返りましてね、はい、とんでもないことが UFO のことやらね、うん、こう文明はね鹿児島から始まったとかね、もういろんなことが書いてあるんですよ、うん、でこれ何ですかって言って、もうすぐ、先生のところに翌日には行って、はい、うん、まあいろいろ YouTube で、はい、YouTube とこの FM ギノワンで流したんですよ。なるほど。これがね、うん、UFO へのきっかけです、うん、そしたらどんどん ね、UFO の情報が集まり始めてきて、うんうん、いろんな人がいることが分かってきて、うん、まあいろいろ面白いことになってきたんです、いやーこういうのいいな、こういう話題ね。いや僕もほら、うん、地方局で番組持ってるじゃないですか、はい、あ、でした。それも紹介しなかったですねこれね、しげちゃんをね紹介するとね、うん、あのプロフィールっていうか肩書きが多すぎてね、まあ、うん、多すぎての割にはミュージシャンと UFO おじさんは簡単じゃないですか。いや、まあ、あなたの方が全然よっぽどよっぽどわからないですよ。よっぽどわからないか、うん、
ミュージシャン&顕微鏡って、ね、ギターも弾く、うん、剣も弾く、うん、まあこのぐらいならね、シャレでいいですけど、いいですけどね、うん、まあ、UFO とかこういうのいろいろ興味があるんですね、うん、ねえ、すごい。いや、なかなかいつかね、うん、話題にしたいと思うんです、うん、僕の番組でもね。それはいいですよ、それは僕をゲストに呼んでくださいよ。それが一番いいですよ。そういうスタンスの人とならいいかもですね、うん、そうそう、いきなりこうやおら一人でね、うん、実は UFO というのはですねみたいな冗談から振りかぶれの話はできないので、それがね多いのよ、うん、この世界は、うん、みんなその人たちがね、なんかオカルトっぽい話に、うん、UFO って言ったらね、うん、怪しいっていうことに行くもんですからね。そうだ、なんか未確認飛行物体って、うん、謎の円盤 UFO っていう、あの1970年代にね、うんうんうん、流行ったテレビドラマで刷り込まれているので、うん、UFO ってのはそういうもんだという。そうそうそう、うん、そこがねいけないです、うん、これ UFO のことを知れば世の中は楽しくなる。これもう全然違う、オカルトとは違うんです、うん、まあこの先生の話を、ね、この先生のこれね、はい、UFO の話、うん、これ甑島の、うん、手打浜という一番甑島で南に属するんですよ、うん、はいはい、修行者の泉から対面にあるのが甑島ですよね、うん、そうですね、甑島、はい、だいたい 40-50 キロしか離れていませんから、うんうんうん、そこに行った時に一番最初に見たのが、うん、あのこの巨大母船と言われてる、はい、もう相当何百メートルもあるような母船がその自分の目の家のこの目の上にこうバッと見えたっていうのが、この福本先生が最初に見た UFO の第1号機なんですよ、うん、マザーシップってやつですね。マザーシップ、うん、よく知ってますね、やっぱね。いや、一応だからその辺は押さえてますね。押さえてますね、まあ、ちゃんと教養としてね。ああ、教養ね。そうそう、教養なんです、これからはね。これが1台いて、うん、でここ福本先生に家だったんですね、はいはい、治療院、うん、でここの庭にね、うん、ある日ね、うん、なんか夜中の、これは10時頃、10時ぐらいになんか予感がして、うん、もぞもぞと、うん、それでなんかおかしいと思って庭に出たら、うん、上から光がバーンと50-60センチの光が上からバーンと自分の庭に、うん、あのレーザー光線のように、うん、バーンと当たってたんだって。はい、それでこう上を見ても、うん、もう何もその UFO がいたわけじゃないですよ、うん、見えなかった、うん、もう眩しくて、うん、でそれをバーンと来てて、うん、それでびっくりして、うん、で、あのその先生に慌てて、うん、その甑島出身の先生に、うん、先生大変だと、うん、そうこんなんか光がバーンと降りてますって言ったら先生が、うん、あ、よくあることよって言われた先生も何度も見てたっていうのは。そうなんだそうなんだと思ってね、先生もでまた見に行って、うん、見て、うん、でもずっとそうなってるから、はい、でも火事にはならないんですよ、燃えてはいないんですよ、こうなんかそう、もうもうとは来ないんだって。要するに熱を帯びた光ではないっていうこと、うん、まあすごい熱ね、燃えるような熱ではなかったんです。あ、それで翌日、うん、翌日1時間か2時間見てたそうですけど、多分飽きるんですよね、うん、でその1時間も2時間もずっとその光の柱が、うん、あの庭にお庭にあったんです、降り注いでいたと、うん、1本、うん、それで翌朝になって、うん、その庭に行ってみたら、うん、あのそこやっぱり 50-60センチがやっぱその黒く焼けてたってことです。焼けてた、 ああ、まあ、ただそんだけですよ、残ってたのはね。これ で、うん、これでどうも自分でね、心の整理ができずに、でも先生に聞いたら、その、ああ、また来たのねみたいな感じで、よくあるのよとかっていう話だったから、うんうん、もう整理がつかずにいたらね、はい、うん、おじさんが訪ねてきたそうです。はい、おじさんが、おじさん、おじさんが、そしたらね、おじさんがね、あんたのとこは昨夜火事だったけど大丈夫だったかって言って来たんだって。えっ、何でですかって言ったら、いや、上からね、光がバーッと出ててね、俺はずっと見てたんだっつって、うん、それで大丈夫かなと思って来たんだっつって、うんうん、朝方ね、おじさん来られたそうですよ。うん、だから見てる人がいるんですよ、この古式のこの手打ち湾の他からは反対、うん、多分だから見えやすいっていうのは反対側でしょうけどね、うんうんうん、湾のそっち側からね、うん、おじさんが見たっていうことなんですよ、うん、そのなんか今までも明健さんからその UFO のお話なんていうのはこう少し聞いてたんだけど、うん、この島によく出没するっていうのは何か理由がやっぱりあるんですか？あのね、まあ、ここは特別なんですね。ここはね、うん、この手打ち湾のここにね、うん、UFO の基地があるんですよ、うん、基地がね、地下に。これまたね、徐々にそこへ近づきますけど、ここはだからね、うん、でここの宇宙人と話した人がまだここにいるんですよ。この人もまた次登場しますけど、はい、その人が言うには、うん、宇宙人とその話をして
うん、そしたらもうあなた方がここに人間がここに甑島に住むようになる、はい、うん、ずっと前から我々が住んでたと、はあ、いうことらしくて、うん、だから甑島が見るっていうのは、まあ、ここに地下があるからだというふうに思いますけど、はいはい、他のところ僕が他で見るのは沖縄の八重山諸島、うん、石垣島、はい、竹富島、はあ、波照間島、うん、ここはねもう去年何回もこの2年間で行ってて、ここはもう全部見ていますけど、なるほど、だからまあ共通してるのは星空が綺麗とかね、だから見えやすいっちゅうことかもしれません、うんうんうん、で島でも見えないっちゅうのはそこの島の周りに街灯とか、うん、そういうのがこういっぱいあって、うんうん、上も下もこう照らすような街灯は、うん、やっぱり星空も見えないですけど、うん、やっぱり UFO も見えにくいと思いますね、うんうん、だから、まあ、綺麗なこととあんまり伝統というか街灯がないから、うん、より見えるんじゃないかと私は思ってますけど、まあその人口密度を嫌うっていうのもあるのか、うん、わかんないけどね、うん、そうですね、うん、